新宿科学研究所の小松と申します。まず今日話したいのは真珠および真珠層というのがいかに微細な小さな世界であるかということ、またその小さな世界であるがゆえに真珠独特のいろんな美しさを発揮するわけですけど、その辺をちょっといろいろサンプル使いながらご説明したいと思います。最も日本の海で取れる真珠の代表的なものはこのアコヤガイが取れたアコヤ真珠っていうんですけどね、まあ、平均的に大体直径が7ミリぐらいですね。これがほとんど平均です。でこの7ミリのアコヤ真珠をですね、まあ、切ってみますとね、まあ、こういうふうになります。角だけじゃないかと、ほとんど角じゃないかって言われるかもしれませんけど、実はこの貝が1年かけて作るわずか 0.4 ミリしかないこの真珠層は実に微細な世界だということを証明したいと思うんですね。でこの 0.4 ミリをですね、電子顕微鏡で5000倍に拡大しています。それがその一部がこれですけど、 0.4 ミリを5000倍っていうことは 0.4 ミリ ×5000 ですから、約2メーターになるんですね。5000倍にすると、ね、0.4 ミリの真珠層にはこの結晶層が大雑把にいって1300層ぐらい積み重なってるんですね。まあ木の年輪で言えば1300層の年輪が重なってるようなものですけど、でこの1300層の結晶層の集まりを真珠層といって、これが約春先から秋口冬までかけ約1年かけて貝が、まあ、分泌し作るわけですね。これはですね、カルシウムの結晶はこのどちらかというと白っぽいというかグレー系に映ってる、これがカルシウムの結晶で、濃い仕切りがあるのはこれはもっと薄いタンパク質だ。言うなれば真珠層結晶層っていうのはタンパク質の薄い膜とカルシウムの結晶からできていて、それが何千層と集まって真珠層を作ってるっていうふうになりますから。それでもう少し専門的に言いますとね、この結晶層の一層の厚さがまあ大体0.3 ミクロン、厚さがね 0.3 ミクロンということは、1000ミクロンが1ミリですから1万分の3ミリという、文字通り全く人間の目には見えない電子顕微鏡でしか見えない世界なんですね。この 0.3 ミクロンあるいは 0.4 ミクロンものすごい小さい世界ですけど、それがものすごい大事なんですよ。